どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は300時間使ってみたけど、トラストってぶっちゃけお前となります。トラが発売されてからトライスタリンガーをひたすら使ってきましたが、300時間ほど使って感想を述べたいと思います。新武器ということもあって使いこなしたい武器ですよね。ですが、本当のこの武器は大変ですね。今回は好きがゆえに使い続けているからこその視点として話していければと思います。なるべく素直な気持ちでまとめていきますので、最後まで見てもらえると嬉しいです。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。最初に言えることは、正直難易度が高いというところです。高いというレベルというか、一角の精度が他の武器より難しいというのありますね。正直、スクイクとか、あっちの方が当てやすいと思います。最初の頃は、ある程度プレイヤーが慣れていない環境なので、単純にキルが取れるということは多かったです。ですが、ある一定のラインまで来ると、トラスト独特の一角の当たり判定の広さに悩まされるということが大きいですね。やっぱ一角の弾がでかいっていうのが何とも言えないです。1試合に直当てが3回くらい出ればいい方かなというふうにも思ってます。正直、相手の動きが速かったり、足場が悪いだけで難易度がさらに上がりますね。なので、足場の状況によって当てやすさの難易度は変わりますし、ポジションでも変わってきます。正直これだけ使っているけど、一角が出始めたのも使い続けているからかなと思ってます。最近特に出るようになってきましたね。なので、クロート向きの武器ではあるかなと感じてます。まあ、チャージャーよりもさらにっていう感覚ですね。その他のスペアサブに関しては、メインと相性がいいので、そこまでは気にならないっていうところあります。相性良かったです。ちょっと使い勝手はいいですね。機動力や塗りに関しても、ギアの工夫次第でどうにかできるという一面もあります。本当にメインの難易度が異常に高いっていうのが本音です。今使っててなんか不満点あるかって言われると、本当一角むずいっていう感じかな。うん、それが一番ですね。またメインの難易度の高いっていうのは弾の速さにもあるかなと思ってます。チャージャーと着弾で比べてみると分かりますが、ちょっとだけ遅いんですよね。さらに弾のサイズも先ほど言ったようにちょっとでかいです。これが判定のシビアさにつながってくると思ってます。例えば、着弾の速さが同じくらいなら、ボタンを離した瞬間にほぼ当たるような感覚なので、かなりありかなとも思うんですよね。まあ、ちょっとしたズレは出てきますが、ここは、やっぱ速度が同じかどうかで大きく変わってくると思います。ただ、やっぱりチャージャーに比べると、距離力に劣る結果になる気がしますね。で、リッターの劣化版、家庭的なのもあって言われそうな気はしますが、局者を極めれば独特な動きができるという部分もありますので、この辺りにはロマンを感じる武器だなと思います。ただ、最初言った通り難易度がめちゃくちゃ高いですね。ただでさえまっすぐ当てるのが難しいのに、局者を使って当てるってなるとさらに難易度は上がりますからね。本当難しいと思います。使いこなすまで時間かかりますからね。どんなにやってても我慢しないといけないので、ここはちょっと不思議な気も改めて書きながら思います。トライストリンガーに待望のアップデートが来ました。塗りの強化だけだったので、正直なところをがっかりしてます。理由としては、メインの難易度は全く変わらないっていうところですね。そもそも塗りをする武器ではないので、アップデートは毛が生えた程度という感覚です。あー、これぐらいかーっていう感じでしたね、正直見たとき。アップデートの内容もチャージショット限定だったのもあります。これが普通の連射打ちでも採用されていれば変わったかもしれないですね。塗りの強化と言われると強いように感じますが、そもそも光栄の武器なので塗りを活用するシーンが限定されるんですよね。ちまちま塗っていたら味方のカバーもできないですし、攻撃の手も減ってしまいます。やっぱ手数が減るのはもったいないですね。騒がれたアップデートではあったんですけど、常に使っている身としてはそこまで差がない。ので、メインで押し切る形になります。結果、塗るというよりかは、キルを取らないといけないんでね。で、さっきも言ったように、連射打ちの強化なら良かったんですが、チャージ限定となると、おまけ程度という感覚です。
あ、そういえばここ濡れたな、チャージで濡れたなっていう、本当それぐらいですね。なのでもし次のアップデートが来るなら、一角の玉判定を凝縮してもらえると嬉しいなと思ってます。結構玉が当てやすくなるんですよね。まあ、そもそもイカちゃんの4分の3玉が当たんないと一角で死なないんで、めちゃくちゃ難易度高いと思います。はい、なのでまあそういった意味では凝縮してもらえると嬉しいなと思います。トライストリンガーは連射打ちを活用することで綺麗に塗ることが可能です。前進しながら塗ると本当綺麗なんですよね。これは下がり歩きでも同じことができます。ただこれを使うシーンで考えてみるとほとんどないんですよね。スペを貯めるにしてもインクの被りもあるので効率があまり良くないんですよね。ただ綺麗に塗れるという一面はあります。まあ、それだけでも十分価値はあるかもしれないですね。ただこの綺麗な塗りはいつ使うのかって言われると正直ないです。まあ、あったとしても縄張りぐらいでしょうね。忙しすぎてそれどころではないというのも僕の中ではあります。というか光栄なのでそこまで塗りを丁寧にする暇がないと言った方が正しいです。あくまで光栄ですからね。隙間時間にはありな程度というとこです。まあ、短い時間で塗れるには越したことはないですね。この武器はどちらかというと切ると抑え込みを重視した方がいいので、塗るとしたらスペをちょっと貯めるくらいの活用方法になると思います。後ろから上がっていく際に周りにパシャパシャしてスペを貯めて援護するくらいの使い道になります。まあ、メガホンとかも考えると後ろから使った方が使い勝手いいですからね。やっぱその使い方が強いです。他のシューターのように塗って整えるっていうのはできない、まあ、できづらいと言った方がいいかな。できないので、まあ、最低限だけ整えるといった感じの使い方になります。それに最初行った塗りをしていると味方が前線で頑張るだけになるので負担につながるというのも考えられます。その点踏まえると本当塗りをするタイミングや塗りの活用が難しいと思いますね。まあ、そういう意味ではアップデートでチャージに反映されたっていうのはあるかもしれないですけど、まあ、本当毛が生えた程度ということですね。トラストを使っていて一番難しいと思ったのは、切るよりも今のボムポイ環境が本当に大変です。メインに関しては使い続ければエイムも良くなってくるので、どうにか、多少だけどね、どうにかできるなという感覚ではあります。ただ、味方の動きは変えれないですよね。あれ変えてって言っても変えれないですからね。で、敵に来ても辛いんですけど、味方に来ても辛いなっていうのがあります。ただこの辛いに関しては限定的です。まあ、味方のボムポイ自体が弱いっていうことではなく、それに固執していた仲間を引いた時の負担が大きいという感じですね。この戦法自体は相手の抑え込みや防衛の時にはとても役に立つので強いとは思います。ですがこれを行う時のポジションが後衛よりも後ろにいるというのがかなり辛いです。というかだいたい遭遇するのが自分より後ろっていうのが多いですね。あれ弓前衛武器だっけって思うほど多いです。なので正直前衛の武器を持って潜った方が勝率いいです。もうトラストを使わないっていう選択ですね。環境に合わせるならっていうところです。まあ編成に関わらず立ち位置で役割が被ってしまうっていうのも大きいですね。今は流行りの戦法なので頑張るしかないなっていうところですが、本当に後衛より後ろまたは横にいる味方がいた時はかなり大変です。まあ押し込まれてとかは別ですけどね。前が濡れてるのにあえて後ろに下がってずっと投げてるっていうのはなかなか難しいなと思います。まあ、これによって陣形が崩れやすい環境となっているので、正直ミラー編成でいい構成だったとしても本当陣形が崩れて、あれなんか全員立ち位置おかしくないっていうことも多々あるので、なんか難しい環境になったなぁとよく思いますね。なるべくボムポイに左右されないエイム力が求められますが、このあたり試合中の我慢が必要そうですよね。単純に楽しいからという一言につきます。正直強いから使っているとか環境武器だからそんな理由ではないですね。ほんと好きで使ってますね。ただただこの武器が好きなだけで使っていたら300時間も使っていたという感じです。まあ人によっては気が狂いそうな感じの時間ですね。もちろん使っていた恩恵もあって、公園の視点から見た行動っていうのも、なんとなく理解はできた部分あります。このポジション取られると辛いよなとか、まあこの侵入口はしんどい。まあ今前出たら楽だよなとか、結構得られるものが多いです。あんまり
後ろの感覚って分かんないですからね、使ってみないと。でもやっぱこれだけの時間使ってて、まあ、メインも難しかったんで、なんかタイミングとかよく考えれるようになりましたね。で、実際僕は短射程使うときはスパッタリを使っているので、スパッタリ使ってみると、まあ以前よりゲームも良くなったし、キル数も上がりました。あとは、多分光栄の動きが頭に入っているっていうのもあると思います。結構これでかいと思うんですよね。どの位置いるだろうなとか、相手のポジションの取り方とか、動き方がなんとなく分かってくるんで、これ面白いですね。でも短射程使うんだけど、結局トラストが楽しいんで戻るんですよね。なんでやっぱここ改めて好きだなと思います。それに使えば使うほどメインが当たるようになってくるので、それが一番楽しいです。最初難しいと散々言ったんですが、やっぱこれが楽しいですね。僕当ても普通に感じるようになってきましたね。全然連続で取っても何とも思わないっていうあとこれも面白いなと思いますけどね。ただ、まあ、試合を動かすために我慢をするタイミングとか、前に出るタイミングを覚えれるという光栄ならではの一面があると思います。まあ、第三者視点で考えれるのがとにかく楽しいですね。なんかそれがあるから使ってるって感じもします。まあ、好きな武器を使うのに好きな以外の理由はほとんどないですからね。ただそれだけです。ただ、それだとしても、ここ良くしてくれねえのかなっていうのが300時間使ってみての感想ですね。はい、というところになります。はい、ということで今回ここまでとなります。300時間使ってみたけど、トラストってぶっちゃけお前はいかがでしたでしょうか。まあ、単純に武器としての難易度が高いというのがあって、使いこなすまでの時間が必要な武器だと思います。300時間使い続けても未熟だと感じますし、多分1000時間使ってもそう感じそうな気がしますね。もちろん好きで使う分にはとてもいいことだと思いますが、勝ちに固執した場合は他の武器以上に苦労すると思ってます。そこはなんとかトライストリンガーへの愛で乗り越えていきたいですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。